前はまた証拠りもなくバトルしに来たのか。何度バトルしても同じ結果だと思うが、まあいいや。俺は何があっても負けないしな。今度こそ東道塾の恐ろしさをお前に刻み込んで、二度と俺たちに挑もうなんて気が起きないようにしてやるよ。メンツにかけてもあっさり終わらせたいもんだぜ。速さに対して違いはない。向こうがミスした時がチャンスだな。速いことは速い。レベルが高いが、俺を慌てさせることでもなさそうだ。信じられねえぜ。前のバトルでこいつの実力は見切っていたはずだ。まさか俺の走りに引っ張られてこの短期間で奇跡的な進化を遂げたってことなのか。